白川市桜の名所です、うん、白川小峰城にやってまいりました、はい、今私はお城周辺の散策路から中継しているんですが、小峰城を囲むようにおよそ180本のソメイヨシノが植えられています。先ほど本丸まで登ってきました。石垣の上から桜を見る景色っていうのもまた見事なものでした。まるで江戸時代にタイムスリップしたような気分になりました。小峰城の桜、先月29日に開花をしまして2日に満開を迎えました。今は散り始めのところが見られますが、まだまだ見ごろです。この小峰城は松平定信公などの大名が居城していたお城です。戊辰戦争の時に落城して大部分が焼けてしまいましたが、三重櫓と前御門が復元されました。また石垣は震災の時に崩落してしまいましたが、今は復旧されています。そして小峰城のような総石垣造りのお城っていうのは東北の中でも珍しいそうですよ。復元された三重櫓の入り口近くには乙女桜と名付けられたソメイヨシノが今年も綺麗に咲き誇っています。この乙女桜には伝説がありまして、小峰城の石垣が何回も崩れてしまって人柱を建てることになって犠牲になった娘さんを惜しんで乙女桜と名付けられたそうなんです。戊辰戦争で乙女桜は焼けてしまって、今2代目の乙女桜が綺麗に咲き誇っています。